久保さん、今回、まにしましょうか。ま。トラウマのま。魔物のま、はい。魔物ですね。<laughs> まあ確かに、まあ今はね、まあトラウマはありますよ。トラウマを使ってるって感じなんで、トラウマを忘れたわけでもないですし、トラウマを使い、逆に使うっていう。まあ多くの人はなんかトラウマがいけない、トラウマのせいにするじゃないですか。トラウマを使って、その馬を使ってね、 あのー、乗りこなすっていう感じですかね。だからまあこれからもあの話題は多分使うだろうし、まあ使うってことは忘れないだろうし、一生忘れないですね。使うから。だけど、それを使いこなして、まあ前に進んでいくっていう感じですかね。だから、なんかね、まあ久保さんも色々お客さんの対応してきたんでわかるとは思いますけど、ほとんどの人が、なんかね、〇〇だから〇〇になるんですよ。 これをイコールにしちゃうんですよね。要は、できない理由をまるにするんですよ。自分が成功できない理由をまるにする。当てはめるんですよ。で、僕はここは関係ないと思ってるんですね。要は、やるかやらないか終了だ,だけなんで。うん。まあ、もちろん100歩譲ってね、例えば、その、ウサインボルトというか、もうウサインボルト古いですか。あの、100メートルを今から練習してね、10秒切るっていうことは、まあ、やってみないとわかんないけど、もう、やる前からわかるよねっていう、それは。 さすがに。久保さんももう50になってね、50歳からどれだけトレーニングして100メートル走頑張ったとしても、10秒切れる体力を、体を作れるかっていうと、それはやる前からなんかわかるんじゃないかなと思うんですよ。それはね。だけど、少なくても久保さんと僕がね、麻雀店のおっさんですと。あとは <laughs>、僕もそのね、あの中学校の成績オール1です。うん勉強してこなかったですうん。ろくになんか、まあ、アホでバカでね。 まあ、君、バイトの採用難しいよって言われた底辺の人間でもね、まあ、稼げるようになってるわけですよ。だからここは、その、なんか100メートルを10秒切れっていうような題材じゃないんですよ。もう、だって、見本があるんで、その、ダメ、ダメな人が、こう、人生変えてるってもう、お手本があるわけじゃないですか。まあ、100歩椅子って、 久保さんが50歳からトレーニングして100秒を10秒切りましたっていうお手本がもしあったとするならば、それは、あ、あの久保さんがまさかの10秒切ったのかみたいになって、俺も頑張ればできるかもしれないってなるかもしれないですけど、多分それは無理なんですよ。多分 <laughs>。おそらく無理 <laughs>。やってみないとわかんないですけどね。でも多分僕は無理だと思います。だけど、そのネットビジネスに関しては、その体力的なところとか関係ないし、 スポーツだったら体力的なとこ関係、うん、マジであるじゃないですか、年齢の。だから、そのネットビジネスは、まあ、勉強すればいいだけなんで、でその勉強も、まあ、大した勉強じゃないんですよね、ぶっちゃけ。まあ、勉強すればするほど深い部分はありますよ。めちゃめちゃ深いところはあるんだけども、なんだろうな、うーその 100m を10秒で切るほどの難しさではない。 だからこそ、そこまで難しくないから、久保さんも僕もできたし、簡単な公式でも稼げるわけじゃないですか。まあ、例えばやんないと思いますけども、例えばアクセスが来ないっていうのもあるじゃないですか。集客ができませんっていう。じゃあ僕と久保さんほど量をやってアクセスが集まらないってことはあり得るのかなっていう。だからこれもう単純計算で、例えば1動画の再生数が10しか再生されなかったとしても、それぐらいのアクセスしか来れなかったとしても、これじゃあ100万本撮ったらどうなのかみたいな。 100万本は言い過ぎですけども、まあ僕は実質2万本以上、まあ一般公開アップしてますけども、まあ単純にそれやってるだけなんですよ。誰でもわかる公式ですよね。1本あたりの再生数が少ないんだったら、量でグーグー補うっていう。これ小学生でもわかる公式だと思いますよ。で、久保さんもサイトね、1万4000個ぐらい作ってるわけじゃないですか。昔ね。それも単純な公式じゃないですか。1個あたりの、 サイトで100万 PV を集められなかったとしても、ちょっとしたアクセスを集められるわけじゃないですか。それ手数こなすっていう、ただそれだけの話なんで。まあ、これ難しいかっていうと、あとはやるかやらないかですよ。本当にこれは。うーん、もちろんその中でね、考えながらやるっていうのはもちろん大前提としてあるんだけど、その考えるっていう次元も、なんだろうな。 宇宙に行く宇宙,宇宙開発するというようなロケット開発の設計図を作るような超難しい NASA のねなんかその一部の人しか,なんかできないその研究をするわけじゃないので <laughs> もうビジネスなんかねか,かけ算ですから客数かける客単、まあ、それが客単に関してが広告収入の客単なのかアフリエイト報酬の客単なのかあの単価なのか、まあ、自分で商品を売るのかっていう,もうここでしかないので。 あとはそこの肉付けをちゃんと勉強してやればいいだけの話なんですよね。うん。だからまあ、僕のその熟成さんでも、あの、まだ YouTube のチャンネル登録1000人以下ですよ。1000人以下でも1億稼いでるわけですよ。でもこれも客数と客単の話で、客単が高いんですよ。普通にもう30万とか60万のしか売ってないんですよ。で、最近、あの、新商品出すっていうことでまた僕も売るんですけども、もう基本それしか売ってないですね、メインは。30と60。 じゃあ1億を稼ぎたいんだったら30万だったら何人ですか ?300 人ぐらいですよね ?9000 万ですよ。60万だったら何人ですか ?200 名で1億2000万ですよ。200名で60万だったら1億2000万です。って話で。だなん、なんかチャンネル登録100万人とかいらないですよね。200名に60万打ったら1億2000万ですよ、うん。すごくシンプルですよね。うん。んかここはね、まあ、勉強して、 なんかちゃんとやればいいんじゃないかなと思うんですけど、みんななんか惑わされてるというか、な,なんか、なんかにその、あれ、まあこれだけね、あの、まあいいお手本なのかわからないですけども、童話外でも非効率じゃないですか。でもこの億万長者合宿のやりとりなんかもう効率もクソもないわけですよ。で、それをもし見ててね、なんかまるまるのせいにするんだったら、もう見ない方がいいんじゃないですかな <laughs> っ <laughs> だってこのやりとりも再生数数十でしょそれを見ててね。それ見てるあなたが <laughs>、やらないんだったら、何のために見てんの時間戻ってこないですからね。うん、少なくても、見なくてもわかるもう量をやってるんで。申しまし動画を見なくても、あ、やってんだな、みたいな。 で、僕がす、僕がね、YouTube 始めた時もそうなんですけど、ある基準ですよね。あのホリエさんでもね、Q&A1000 本以上アップしてたんですよ。メルマガの読者 Q&A。寺田さんとね、1000本以上アップしてましたよ。え、ホリエもも1000本 Q&A やってんすよ。<laughs> で、YouTube なんか8年9年やってんですかねえ、す、すげえ人がそんだけやってんだから、それの10倍はやらないといけないっていう計算は出ないのかと。 あの堀江さんでも1000本やってると Q&A ね。じゃあその10倍、100倍やらないといけないという計算は出てこないのかと。単純に <laughs>。何を、何を見てるのかちょっとわかんないですけど。まあ僕はすいません、そう思いましたけどね。単純に僕は、あークズみたいな男だし、だってクズじゃないですか。君最優、あのアルバイトでも難しいよって言われたんですよ。まあまあ言われないですよ。 まああの、顔も一生忘れないですけどね。言われた時の。うん。もう本当底辺ですよ。うん。だから底辺の人間が、一般の人より自由な生活、一般の人より収入を上げていようと思ったら、それは頑張んないといけないし、もはや堀江さんもそれぐらいやってるわけじゃないですか。うん。なんかそういう本当に、誰が見ても、まあ、経済的に成功してる、まあ成功してるよねっていう人の基準を見たら、 わかると思うんですよね。最低その10倍やらんとあかんみたいな、なんか僕は基準できると思うんですけど、いかがですかねって話ですよね。だけどなんかみんななんかああだこうだ言うんですけど、関係ないですよ。本当に。まあ、100分ずって今から100メートル切れって言ってるわけじゃないので、<laughs> ね、10秒切れって言ってるわけじゃないですから、うん。まあ、無理なこともあるでしょうけれども、 ビジネスに関してはね、無理じゃないんですよ。なんでならば、もう数式が出てるんで。もう数式がこれ以上、だから僕が行き着いたのは、ビジネスっていうのは勉強すればするほど、もうすごく極限にシンプルだなっていう。客数×客単。あとは制約率、どう売っていくのか、もう終了ですよ。まあ、売るんだったらね。 まあ、アフリエイト報酬だったら、アフリエイトだったら、まあ、アフリエイトの単価ですよね。クリック単価なのか、まあ、1個のアフリエイト単価なのか、じゃあ、それを何人にコンバージョンさせるのか、もうこれだけなんですよ。マジこれだけ。うん。だから、そこを勉強して、そこをどう集客するのか、どこどういうふうにアフリエイト報酬上げていくのかっていう。まあ、YouTube で言うならば、もうね、動画の再生数が回れば、ある程度もう勝手に自動で広告が入るんでね。まあ、稼げるし。<laughs> うーん。 すげえまあ単純だと思うんですけどなんかのね魔物にみんな食い殺されてるんじゃないですかね。うんまあ、これからもね生きる標本ですよ生きるお手本をねあのお見せしていこうかなと思います言ってらっしゃい。